世界文化遺産への登録を目指す佐渡の金山の対象となる地域、西三河砂金山の周辺で昨日、草刈りなどの環境美化活動が行われました。草刈りやゴミ拾いが行われたのは、西三河砂金山がある笹川集落のおよそ 1.5 キロの市道です。佐渡を世界遺産にする会が砂金山を観光客に気持ちよく見学してもらえるようにと企画し、市民27人が参加しました。佐渡の金山をめぐっては政府が提出した推薦書に不備があると指摘され、来年度中の登録は難しい状況となっています。佐渡全体がやっぱりこういうことを関心を持ってもらってずっとこう続けていくと、それがやっぱり大事じゃないかな。佐渡を世界遺産にする会は世界文化遺産登録の審査などを行う専門機関イコモスの現地調査も見据えて、今後も環境美化に力を入れていきたいとしています。